ウクライナ侵攻後、各国が F-35 戦闘機導入を決定している。そんな中、アメリカ国防省が最大3年間で398機の生産が確定されているとの発表を行った。今回は、このロッキード社の3年間で398機の量産体制を詳しく見ていきますね。日本の三菱重工でも量産体制に入る見通しだが、生産数はどれくらいなのかも気になりますね。次期、搭載エンジン問題もアメリカのみに搭載されるようです。残念だよね。2022年12月30日にアメリカ国防総省は現在の最新鋭戦闘機であるロッキード・マーチン社の F-35 ライトニング2を今後2023年から2025年までの3年間の累計で総数398機を生産する契約を結んだことが報じられた。この今回の F-35 ライトニング2の398機という機体の数量は、アメリカ軍だけではなく日本を含む、同期の導入国への調達数も含む数であり、さすがに、2022年も、最も、西側諸国で、販売実績を上げた戦闘機であると、実感させられる。総数で、3年間で398機とされる内訳は、2023年分が、ロット15で145機、2024年分が、ロット16で127機、2025年分が、ロット17で126機となっており、それでも、これは、一つ前のロット12から14までの合計478機よりは少なくなっている。そうした中で、最後の2025年分のロット17の126機のみは、暫定数とされているため、今後の各国や、アメリカの状況によっては、数が変動する可能性があるとされているが、採用国は、すでに、世界17カ国に到達している。この2023年から、2025年までのロット15から、17までの F-35 ライトニング2には、TS3、テクニカルリフレッシュ3、と呼ばれている、新たなハードウェアが実装される予定であり、同期の以後のブロック4へのアップデートの土台となる見込みだ。TS3、テクニカルリフレッシュ3を実装する F-35 ライトニング2では、新型の操縦席のディスプレイや処理能力を高めたプロセッサ、そして強化された電子戦の能力を発揮するソフトウェアを実現すると言われている。現時点では、今回の2023年から、2025年までのロット15から17までの F-35 ライトニング2に搭載される機関部も未定ではあるが、現行の F-135 の改良版である F-135EEP か、新たなアダプティブエンジンのいずれかが選ばれる。新たなアダプティブエンジンは、現在の F-135 を製造しているプラット&ホイットニー社のものと、巻き返しの採用を狙う。ゼネラルエレクトリック社のものがテストされているが、これらはアメリカ軍のみの採用となる。それは、この新たなアダプティブエンジンとは、現在開発中とされているアメリカ軍の新たな戦闘機である NGAD、ニュージェネレーションエアードミナンスに向けて準備されているためで、他国への供与は想定されていない。したがって、日本を含むアメリカ以外の F-35 ライトニング2の導入国は、今後の同期のブック4へのアップデート時には、その機関部は、現行の F-135 の改良版である F-135EEP となると見込まれているが、その動向にも留意が必要だろう。いずれにせよ、F-35 ライトニング2において、ブロック4で実装が期待される。各種の機能を有効に働かせるためには、現在の機関部の F-135 の電力供給量や冷却能力では不足することが明白であり、アメリカの関係各社の思惑は、あれ、と早い決定が待たれる。さて、
そんな深刻な機関部の問題を抱えている F-35 ライトニング2だが、昨年2022年までに、すべての累計数では、およそ900機ほどが、アメリカ軍をはじめとして納入されており、バックオーダーを含めれば、現時点でも、3300機以上の生産が見込まれている。しかし、その現時点で予想されている約3300機という、機体数の中でも、アメリカ一国のみで、約2450機と、全体の 74% もの数を占めており、2位につける日本の147機でも、全体の 5% にも満たない。さらに、F-35 ライトニング2の採用国や、すでに採用済みの国も、若干の数の増加を打ち出すことも考えられるものの、48機を予定していたイギリスや同90機を予定していたイタリアなどは、逆に機体数を減らす可能性も出てきている。新規の F-35 ライトニング2の採用国としては、昨年2022年3月に、カナダが、総数で、88機の導入を決定したのが、最後の大口顧客とも言えそうで、現時点で、検討中に数えられているのは、ギリシャやチェコで、各24機程度に過ぎない。本来は、F-35 ライトニング2の開発パートナー国でもあり、A 型100機の調達を計画していたトルコが存在していたが、ロシアからアメリカの意向を無視して S-400 地対空ミサイルシステムの導入を強行したため、凍結されたままである。こうした状況下にはあるものの、現時点で予想される F-35 ライトニング2の約3300機という生産予定数は、近年の西側諸国の戦闘機の中では、すでに5000機以上の生産が行われた F-16 ファイティングファルコンに次ぐ規模になると考えられている。F-16 ファイティングファルコンは、いわゆる第4世代の戦闘機として、1978年から運用が開始されたが、2022年時点で、世界20カ国以上で使用されており、単発の軽戦闘機ながら、高い汎用性を持った多目的戦闘機として、ベストセラーの座を確立した。日本の F-2 戦闘機も、この F-16 ファイティングファルコンをベースに開発された派生型の戦闘機であり、同機の最新型である V 型は、最新のアビオニクス類に更新されていることもあり、F-35 ライトニング2の導入が困難な国の受け皿にもなっている。ちなみに同じ第4世代戦闘機であり、アメリカ空軍の中では、F-16 ファイティングファルコンと相互補完の関係でもあるのが F-15 イーグルで、こちらも、1976年以後、派生型も含め、約1700機が7カ国で運用されている。F-15 イーグルは、いわゆる第4世代戦闘機の中では、世界最強とも呼ばれた機体であり、アメリカ、日本、イスラエル、サウジアラビア、カタール、シンガポール、韓国という限定された国々でしか採用が許されなかった戦闘機でもある。1981年から日本では F-15 イーグルを配備しており、200機以上の機体をライセンス生産して運用を行っていたが、当時の1980年代には、そのおかげでアジアで最も強力な航空戦力を日本の航空自衛隊は実現していたと言える。今の中国軍の台頭からすれば、覚醒の感があるが、当時は、そんな、高性能で高価な F-15 イーグルを200機以上も装備する航空自衛隊について、そうしたあり方を、税金の無駄遣いだと、揶揄する左派勢力も、多く見受けられた。F-15 イーグルが第4世代で最強の戦闘機だと喧伝された理由の一つに、アメリカ軍によれば実際の空中戦において撃墜されたことが一度としてないと公言していたことが挙げられるが、20世紀最高の戦闘機であったことに
疑いの余地はない。次に、アメリカ海軍で、現在でも、航空母艦艦載機の主力として運用されている F/A-18 系統だが、改良型のスーパーホーネットまで含めれば、これまでに、累計で2000機以上が生産されており、他にも、電子戦機のグラウラーなどの派生型も生み出している。最後は、世界で初めての、いわゆる第5世代戦闘機であり、純粋な格闘性能のみであれば、未だに、世界で最も優秀な戦闘機と評される F-22 ラプターだが、高性能で高価な上、冷戦の終結という時代背景もあり、200機に満たない生産数に止まった。アメリカ空軍では、当初、F-22 ラプターについて、約750機もの大量調達を機としていたが、開発の遅延等もあって、同機の実戦配備は2005年までずれ込み、すでに1991年に旧ソ連の崩壊を迎えていたことから、大幅な調達数の減少に見舞われた。これは、兵器の本質が敵の戦力に対抗する上で最も重要なことは費用対効果であり、強力な敵が存在しない限りにおいては、優秀な兵器も意味をなさないという事実をしみじみと今に伝える貴重な例であったと考えてよいだろう。F-35 ライトニングには、今後も前述したように、ブロック4等へのアップデートが予定されているが、アメリカ空軍の NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスは、そうした長期間にわたる戦闘機の運用方法を見直すとされていることも気になる。